今回はフライパン一つで簡単に短時間でできるスタミナ満点の豚バラ角煮丼の作り方を紹介します。甘辛く味付けされた豚肉と丸ごと入ったニンニクが癖になるうまさです。豚バラ肉を小さく切ることで食べやすく時短にもなり、30分以内に作ることができます。それでは作っていきましょう。まずは豚バラブロック肉を1センチくらいの角切りにします。スライスしたバラ肉を縦に3等分にしたら、それを横に4等分するとちょうどいいです。このようにしてバラ肉を角切りにしていきます。これでバラ肉1本分をカットできました。合わせ調味料を作ります。オリゴ糖または砂糖を大さじ3入れます。最近は健康のために白砂糖をなるべく取らないようにしているので、オリゴ糖を使っています。砂糖のようなガツンとした甘さはないですが、優しい甘みで使いやすいです。醤油を大さじ3入れます。日本酒を 100cc 入れます。水を 100cc 入れます。味付けはこれで決まりなので簡単に作れます。よく混ぜておきます。材料は豚バラ肉 400g、 ニンニク12個と合わせ調味料です。後から生姜大さじ1と付け合わせのゆで卵とチンゲン酸も使います。フライパンにバラ肉を入れてから火をつけます。火力は強火にします。ニンニクもそのまま入れます。あとは肉が焼けるまで炒めていきます。肉から油が溢れ出てきて、表面がカリカリした状態になるまで焼いていきます。だいたい目安としては5分くらいです。焼き始めて2、3分くらいすると、このように肉から油が溢れてきます。この油をキッチンペーパーなどで拭き取る方も多いですが、旨味がたっぷりなのでもったいないです。さらに動物性の脂質は人間の体に近く、栄養効果もあるので問題ありません。ですがダイエット中や胃もたれのある方などは控えた方がいいです。ただフライパンを傾けて肉から出た油を使い、揚げ焼きし表面をカリッとさせていきます。こうすることで食感も良く、バラ肉のブニュッとした感じもなくなり、美味しくなります。さらにニンニクの香りが油に移り、食欲も引き立てます。このくらいの肉の表面がこんがりすれば OK です。合わせ調味料を入れます。この肉から出た油と調味料が絡まることで旨味がアップします。ここから1分ぐらい強火のままグツグツと油と調味料を煮ていき、老化させていきます。1分したら弱火にして蓋をして10分煮ます。8分ぐらいしたら蓋を外し、中を確認します。その時に生姜を大さじ1入れます。生姜を後半に入れることで香りと食感が残りやすく、風味が増して美味しくなります。
紅生姜をトッピングするならなしでいいです。ここから強火にして煮詰めていき、とろみをつけます。だいたい2分くらいを目安に煮詰めます。汁が少なくなってきたらスプーンを使ってとろみを確認します。とろみが出ていたら火を止めて完成です。丼にご飯を盛り、角煮をかけていきます。お好みでトッピングします。今回はゆで卵と金銀菜をのせました。温泉卵や卵黄をのせてトロトロの卵と絡めて食べるのもおすすめです。これで豚バラ角煮丼の完成です。今回は簡単にできる豚バラ角煮丼の作り方を紹介しました。フライパン一つで短時間にできるので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。